地震情報をお伝えします。0時14分頃、福島県沖を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。地震の規模を示すマグニチュードは 5.8、 震源の深さはおよそ50キロ。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を観測したのは川俣町、楢葉町です。その他広い範囲で揺れを観測しています。夜間の地震となっておりますので、慌てて外に飛び出さないようお気をつけください。落ちたものなどで足を怪我なさらないようにお気をつけください。会員の皆様からいただいている地震の揺れ報告をご覧いただいています。東北から東日本にかけて広い範囲で揺れのご報告をいただいています。特に目立つのがガタガタ小刻みという黄色の表示、そしてオレンジ色はゆらゆら酔いそうという報告となっています。一部赤色のドンと突き上げる揺れの報告も福島県内から届いております。広い範囲で揺れのご報告をいただいています。ご覧いただいているのはアプリウェザーニュースに寄せられた会員の皆様からの揺れ報告です。体感報告もご覧ください。こちらも東北から東日本を中心に広く揺れのご報告が寄せられています。特に震源に近い地域、福島周辺では強い揺れの黄色の報告が目立っています。また関東地方でも強い揺れや弱い揺れという報告が多数寄せられている状況です。会員の皆様からいただいている地震のウェザーリポートをご紹介していきます。茨城県水戸市からいただきました。地震リポートです。今の地震の様子です。水が入った様子です。30秒ほど地鳴りがした後、少しずつ揺れが強くなり、40秒ほどゆらゆら酔いそうな横揺れがしましたといただきました。水が大きく揺れている様子、動画でいただいています。お次は神奈川県横浜市から。横浜は弱いですが、ぐらぐら長く揺れました。強く揺れた地域の方はくれぐれも気をつけてお過ごしくださいといただいています。こちらも揺れている様子、動画で送っていただいています。続いて宮城県栗原市から。先ほど発生した福島県沖を震源とする地震で、栗原市は震度3の揺れを観測したようです。ガタガタ強い横揺れから次第にゆらゆらな弱い揺れとなりました。少し長く揺れていましたといただいています。会員の皆様からいただいた揺れの報告を紹介していきました。これからお休みになる際は頭の方に重いものを置かないようにしてください。大きな揺れによって大きな家具などが倒れてくる恐れがあります。また停電した際、近くに懐中電灯があると便利です。スマートフォンなども枕元に置いておいてください。また倒れたものや割れたガラスなどで足を怪我すると避難行動に大きく遅れを取ることがございます。脇にスリッパやスニーカーなど準備しておいてください。アプリウェザーニュースでは地震の情報もご確認いただけます。アプリのトップの画面から地震の情報を確認することができまして、地震が発生した場合は速報でお伝えしております。この後も最新の情報はウェザーニュースアプリでご確認いただき、またお休みになる際もできる限り安全な場所を選んでお休みください。以上、地震情報をお伝えしました。